はい、後半もお願いします。後半はちょっと新しいクラブが発売されます。ユネックスか。そうなんです。E ゾーン、ロイヤル E ゾーン、ロイヤル E ゾーン、はい、これがね3月のね初めの方にね発売されるんですが、はい、2月の8日に、はい、何ですかこういうこういうのが発売しますっていう発表をするの。正解、はいはいはい、その発表があるんで、はい、ちょっと今回は先にちょっと示唆させてもらいたいと思います。それはレディースとメンズ両方ですか。なんかねシニア向けのちょっと優しめのクラブらしい、どうやら。やつです。そうなんでじゃあちょこちょこね打って力がいきましょう。なくなってきた人でも、はい、寒いね今日は。もう北風ピューピューなんで。うん、ナイスショー。お願いします。うん、よいしょ。ナイスです。はい、アメリカでは、はい、どの辺に住んでたんですか。フロリダのオーランドっていうところで、はいはい、を一応拠点にして、ちょっと暖かそうな。暖かいですね。一年中暖かいですね。おー、じゃあ普段はその毎日クラブ握って練習、ほとんどでも試合だったので、試合ばっか結構転戦してて、まあ、たまに1週間オフの時とかは帰ってきて休んだり練習したりトレーニングしたりして、トレーニングして、はい、ご飯ってでも結構困りそうですね。ホームステイみたいな感じだったので。ホームステイなんだ。はい、自炊したり、はい、作ってもらったりしてます。すごい、手届かない距離。うん、絶対バンカーに入らない距離向きも。はい。なんで右行くの。なんで右行くの。でも、飛ばない。セーフ、セーフ。よかったプロのルーティーンは一回前を向いて素振りしてからなんですね。よいしょー。おー、ダイソンです。イエーイ。このルーティーンはどういうことを大事にして今の形になったんですか。まず本当は素振り2回ぐらいやってたんですけど、うんうん、まあ、結構いろいろ考えたりとかしてしまう時間が増えちゃうんで、はい、1回にして後ろから方向を見てターゲットからこうやって線引いてボールの向こう側、大体この辺ぐらいにターゲット、スパットを決めてスタンス、アドレスに入ってそこを合わせて構えるようにしてます。なるほど。それになってやっぱ良くなりました。あんまり良くなりました。長くルーティンしないじゃないけど、はい、まあ、素振り1回になるとその分短くなるじゃないですか。ゴルフってもう自然とのあれなんで、そんなにいろいろ考えてもやっぱ思うように、内緒としても思うようにいかないことたくさんあるんで、シンプル、シンプルね、すぐ打つ、最高ですね。いった。あ、いいんじゃない。ナイスです。ナイスオン。いいじゃん、いいじゃん。よかったナイスショー。結構、はい、ちょっと自分のパターじゃないパターを今からお渡しします。はい、はい、こちらです。これどうですか。一瞬これ思ったというか、うん、練習器具かなと思ったんですよすごいよね見た目が。
ちょっと待って何が、あ、でもなんかもう最初からちょっと角度がついてる、なんか、あ、ちょっと打ってみようよ、うん、少し、あ、でもなんか構えた感じは変な感じじゃしないです、おむしろなんかちょっとまっすぐ引いて出せそうな感じ、プロもえプロも行くんですかそれで、ちょっとやってみようかな、おみんなで、みんなでヨネックスの肩を使ってみよう、チャレンジ、どうですかファーストインプレッションは、いや本当に自分パターン本当に変えないんですけど、ちょっとすごいいい顔してるんで、いい顔してる、お、来た、美味しい、どうですか打感などは、打感もなんかしっかりしてるね、しっかりこう転がっていく感じ、すごいまっすぐ、まっすぐまっすぐまっすぐ引いてまっすぐ出すっていうイメージが出しやすいのかな、でパターを使った感想、はい、思ったよりそのあんま見た目ほど重くなくて、いい感じに重量があって、そうです、ね、バランスがちょ、うん、いい感じです、うーん、打感もなんか新しい感じ、いい新しい打感、でもなんかでも見たことない形してる、本当に振りにくい気がする、振りにくいです、はい、ショートパットは入りそうです、うん、ショートパットめっちゃ入りそう、長方形で、はい、あんなに大きいベース打つの初めてなんですけど、そうだよね、あの高さもあるしね、大きさもあるしね、そうそう、分厚いです、なんか高野豆腐みたい、ああなんかシャフトがまたカーボンなんですよね、あれがそうですね、そう、それのねなんかね良さもあるみたいですよ、ーカーボンシャフトのパターって私も打ったことないけど、ロングパターだよね次ですね、トータル的にやっぱバランスがいいんですよね、なんか安心して、高野豆腐パター、高野豆腐パター1個、はい、さっきのパターは、うん、なんと、うん、1メートル以内が 90% 以上入る理論で作られたパターになってます、だからやっぱこうショートパットなんか入りそうだなっていう雰囲気があったんですね、うん、おでもなんか分かる分かる分かる、うん、でさらにスチールにカーボンを巻きつけたシャフトにより、うん、ミート率の向上と打感の柔らかさが出るように、うん、あそういうそういうのがあるんだ、もう初めてだよね、パターでカーボンって見たことないですもん、うん、後で練習場でも打ってみましょう、はい、ピン位置がそう、気持ちよい、なんかありがとうございます、あれなんかありがとうございますって感じ、っていいとこなる、めっちゃいい、気持ちいい、すごいね、すごいね、なん打てる気がしない、大丈夫打てるよ、ここから打てるよ、頑張ります頑張ります、はい、やった、大丈夫、いいとこよ、お、乗ってる乗ってる、長いよ、ロングパットだよ、ヨネックスのパタ、フライスもちょっと登ってます、はい、多分20ヤードぐらい上から見た感じこんな感じです、こうやろう、左
やり出しすぎた。あでもいいよ、距離はいいじゃない。いい、ね、うん、ナイスナイス。心さんもなんかさ、色合いがすごい可愛いんだけど、うん、なんか青と赤で、そうそう、ちょっとドラえもんっぽい、ね、もうちょっとしっかりしてる、うん、でもシャフトの刺さり方が曲がってないから、私そう曲がってない、いい感じ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 、おお、買った方がいい、ナイスナイス通知だよ、ナイス、ぴったし距離感いい感じやね、めっちゃうまいです、めっちゃうまいっすいいですね。あー、あー惜しい、ナイストライ。あれプロまたまた使ってくれています。さすがパターを変えないプロも試してみる価値はある。入れ、オッケーでも OK よ、ナイスイン、ナイスナイスインね。やっぱ 1m がさ、うん、90% 入るパターンで、それよ、私のは、ね、1.5 だったから、そう、え、もうちょっとあってよ、もうちょっともうちょっとナイスイン、ナイスパッ、イエーイ、忘れてる気がする、すごくいい感じ、打感はね、本当に柔らかいです、うん、あと消しゴムにも見えてきた、あ見えるね、うん、なんだろう、へ、軽いんだか重いんだかみたいな、うん、そう、なんか絶妙ね、柔らかいんだか、うん、重いんだか消しゴムなんだか、だこかわいいです、かわいいんです。ヤネックスのパター押し出しましたが、はい、じゃ続いての質問に参りたいと思います。参りたいと思います。はい、ゆこから森田プロへ質問どうぞ、はい、やっぱそのゴルサーの女子プロの方とかはやっぱ体調を崩しちゃうと仕事ができなくなっちゃうじゃないですか、はい、普段から結構気を使ってますね、はい、気をつけてます。うん、例えば、うん、例えば睡眠時間、睡眠時間、そうですね、うん、まあ、最低8時間最低8時間お、よく寝ますね結構寝る方ですね。うーん、まあ、あとやっぱり、まあ、ホテルずっと転身してるんでやっぱり部屋も毎週違うってなると、うん、その空気も違うじゃないですか、うん、部屋のストレスが、あとそのまあ、湿度の調節とか、うーん、なんかその遠征に行くときに必ず持っていくものとか、枕です、枕、マイ枕、へえ、何の枕ですか。西川、お王道、王道王道の枕ですね、はい、布団、あれ、あとは生物を食べないです、ああ言うよね、はい、シーズン中は、ね、北海道ね、せっかく行ってるのにねとかあるよね、気をつけてます、なるほど、睡眠よくとって食事も気をつけて、気をつけて、でもできるだけ食べれるときは食べて、うん、飲むものを控えて、湯船は浸かりますか。あ、浸かります、浸かります絶対浸かります、でも絶対浸かります、はい、湯船は絶対私も浸かりたい派です、うん、大事ね、女子はね、冷えるとね、はい、ダメだから。いいタイマー、ずっとリズムが変わりません。なんと森田プロが優しさでゆっこのスイングを携帯撮ってくれるということなんで、ゆっこもねスイングチェックしたいもんね。今日はどんなスイングしてるのかな。優しいです。うん、いいんじゃない、ダメかな、不満、ナイスです、ナイスショーだって、すいません、ナイスです、ヒーウです、贅沢だな、贅沢だな、贅沢だな、やべえな、これは一生消せねえな、一生消せねえなこのスイング一生消せねえな、消せねえな、いい感じだ。結構プロとかもラウンド中、はい、取ります、まあ、取ります、でチェックします、やっぱり、うーん、見て、あ、ちょっとやっぱここはこう、自分が意識してるところがちゃんと
目で確認できるぐらいできてるかどうかを確認です。普段ドライバーとかって何を意識されてるの？まあ、時期というか、うん、その時によるんですけど、今は結構インにしちゃうところがあるので、うん、外に上げるイメージで、あー、感覚的に、はい、インに引きすぎちゃうと、なんか支障が、そうですね、あんまりプレーンが、うん、あ、ちょっとずれてる、ずれてるってことになるので、そうなんだ、なるほど、確率は悪い、なるほど、はい、なんかポキってたよ、ね、大丈夫か、いや、他のやつがポキって聞こえた、聞こえたよお、いいんじゃない、左じゃない駅おお、いいキックしたナイスラッキーナイスナイスプロ、これはつま先上がりのラフ、はい、気をつけることは何ですか？これも同じように左に飛びやすいので、うんうん、少し右に置いて、少し右に置く、はい、ここから取っとこうかな、あ、本当だ、結構右に置いてる、肘がいい感じ、ナイスです、ナイス、ナイスオン、綺麗に戻った、今のはイメージ通りいけました、はい、イメージ通りでした、うん、今のライで一番やっちゃいけない自分の中のミスって何ですか？まあ、最初から左に出ちゃうことですかね、あ、もう出玉から、そうなんです、もうただでさえ左に飛ぶライなので、はい、でそこから最初から左に飛ぶとさらに左に飛んじゃうんで、うんうん、全然違うところに行ってしまうのが一番ダメ、うん、はい、傾斜に沿って普通にスイングすることを意識して、はい、あるね、はい、ああいう時に左からの左でバンカーみたいなね、そうです、最悪ですよね、最悪です、あっちの、あっち側のつま先上がりで私よく引っ掛けるあ、引っ掛けますよね、やっぱりだからその前上がりなんでどうしても絶対左に飛んでしまうので、絶対右ですね、こういう傾斜ね、こういう傾斜の時はピン狙うより、あの向こうの木あるじゃないですか、オレンジ色の木、あ、はいはいはい、あそこを向いて、向いてすると、うん、ちょうどよく、戻ってくる、はい、右に出玉が出てドロップと、これでピン向いちゃうと左のバンカーの左以外飛んできますなるほどね、もうスタンスがやっぱ結構左右するってことですね、そうです、なるほど、うん、勉強になります、勉強になります、まあ、こういうのは本当ラウンドでしか ね学べないんで、練習場でいくらねうまく打っててもね、こういう大抵のミスだから傾斜多い、多い多い、ナイス、入ったかと思った、いや今のは入ったと思った、意外に曲がらない、重たかったかな、あ、今引っ掛けたよ、ごめんなさい、大丈夫よ、大丈夫、そういうことはもちろんあるもん、今引っ掛けたのは自分で分かった、そうだね、ナイスイン、いい音、でも自分ですぐねミスが分かるっていうのは、はい、いいこと、今引っ掛けました、引っ掛けた、はい、見ちゃった、見ちゃった、お、プロがまたネックスパターです、ナイスイン、うん、ナイスイン、